それではご注意ください。閉まりきってからアバウトドアに近づいてくださいね。すいません。はい、では動きます。すいません、時間ちょっと長いんですけど、お願いします。よろしくお願いします。はい、道中車内出ますのでご注意ください。傾斜もきつくなりますね。しっかりとお止まりください。お願いいたします。お疲れ様です。失礼しました。終点の八木峠です。橋本お降りの際、足元を気をつけてお降りください。ありがとうございました。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、ゴミ袋ですね。ゴミの持ち帰り運動やってます。お願いします。いやー、なんとか着きましたね。2台。いや、積み残されなくてよかったですよ。いや、それにしても、もうシーズンですね。偉い人ですよ。で、この持ち帰り用のね、このゴミ袋、こうなっちゃいましてね。まあ私としてはちゃんとねレジ袋持ってんでいいんですが、まあせっかくここに来たらね、とりあえずはヤビツサイダー行きますか。また臨時便が来ましたね。本当に大盛況ですよ。山シーズン到来、ノンダックレイです。いや、もう今日は冒頭からお分かりのように丹沢ヤビツ峠です。って言ってもね、当然ここから始まるわけでね、今日はねここからね三の塔行こうと思うんですよ。まあこの時間だったらね、表丹沢重曹でねずっとまあ塔の岳も行けないことはないんですけど、もう何とかやってますんでね、今日はちょっと道を変えて三の塔ってわけなんですよ。いつもこうね表丹沢行くときはこの林道をねずんずんずん行くんです。今日はねちょっとあっちの山道、旧矢光峠通って、で大和武尊の御事の足跡、そっちのルート通って三の塔なんですよ。でそっからはねこの三の塔尾根で下ってって牛首、そして大倉、そう肌のビジターセンターに行こうと思うんですよね。あんまりねそうきつくないと思うんです。本当に思うですよ。まだそのルートは通ったことないんで。で今日ね2024年の11月4日はね、予報だとね、いや晴れるって言ってたんですけどね、やっぱり山の天気って違いますね。ちょっと雲かっちゃってますよ。まあ、これから回復することを祈りましょう。とにかく降らなきゃいいです。では行きましょう。はい、あ、コーヒーいただけますか。いただいていきます。ありがとうございます。いやちょっとコーヒーをいただけるっていうんで、いやご主人から、おこれは いい感じのお店ですよ、ね、渋いですね。いやいや、いろいろとね木の製品がありますね。ありがとうございます。この人たちが入れたからついでに。ありがとうございますね。いやいやいや、コーヒーいただいちゃいました。ちょっとこれぐっといきましょう。 いい香りです。いただきます。もう濃いめでいいですね。いや生き返るね。このブラックってのがいいですよね、コーヒーはね。まあ、私もブラック好きですから。いやあ、たまります。じゃあどうもごちそうさまです、はいはい、ありがとうございます、はい、いやいい感じのね、いやこの 木の感じがこれまたいいですよね。さてちょっとやっぱり丹沢サイダーは外せないですね。ここにもケーキが、いやいやいやすごいな。
今いくらだ丹沢サイダーは130か。でも山の値段としてはまあそうだな、安いよな。まあここまで普通にね道路が通ってるから本当に山頂価格ではありませんね。まあとにかくせっかく来たんだ、ちょっともう今コーヒー飲んでこれ買っていきましょう。これはまあ後であるいはうちで楽しみましょう。ここに本当に余計なもんが入ってなくてねいいんですよね。バス降りてすぐにもらったこのゴミ袋ね、まあいい感じの袋ですよ。なんか中入ってますね。軍手とパンフレットとレジ袋のようなゴミ袋、これはありがたいね。あ、レジ袋だ。これでね、なんか下に敷いて、これ、ケツのね、小シートにも使えますので、ね、これは便利ですね。これはありがたい。もう軍手もね、いや、こんないいものいただけるとは、本当に嬉しいですよ。時間の方はですね、8時52分か。いや、予定ではね、8時半ぐらいに始めようと思ったんですけど、まあいいでしょう。これぐらいなら大丈夫です。で、これね、本当に表丹沢行くときはこっちからあっちに行くんですけどね、今日はね、三ノ島だけをちょっと他のルートで試すんですよ。で、ちなみにね、こっちから行くと大山に行っちゃうわけでね。まあ本当、大山行くならね、こっから行った方が結構楽です。じゃあ今日はね、こちらから歩いて行きましょう。正面のあれかな。